スノーマン向井工二、ゲームチャンネル卒業にファン落胆、何は男子長尾県とも続くか。平成ジャンプ有岡大樹をはじめ、旧ジャニーズ事務所、ゲンスターとエンターテイメントに所属するゲーム好きのタレントが都道 YouTube チャンネル、放課後ゲーミングライフ以下、ゲーミングライフ。先日、初期メンバーであるスノーマン向井工二が、同チャンネルからの卒業を発表した。 ネット上では、ファンから悲しみの声が上がっている。同チャンネルは、ジョニーズゲーミングルームとして、2021年12月にプレオープン。有岡やキスマイ FT に玉森裕太と宮田俊也が、ウエスト、当時はジャニーズウエスト、セクシーゾーン、キングプリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、ジュニア、当時はジャニーズ JR のもとを訪れレギュラーメンバーを探す動画を公開していき、13人がメンバーに選出された。 22年1月1日に本格始動してからは、レギュラーのセクシーゾーン佐藤勝利、ウエストの重岡大樹、神山智博、藤井流星、ストーンズのコーチ優吾、田中樹、森本慎太郎、スノーマンの向井、佐久間大輔、深澤達也、なにわ男子の大橋和也、高橋恭平、長尾健斗から複数名が毎回登場。昨年5月20日配信分からは、トラビスジャパン中村海斗も仲間入りし、 スプラトゥーンシリーズ、任天堂などのゲームソフトや、ボードゲームを楽しむ様子を公開している。